総理駅で一服してそれで休憩したんでね、これからね練りを通って北面から赤城山に向かいたいと思います。すごいねこの駅、ログハウス入り沢入駅かと思ったら総理だって、知らなかった。はい、じゃあ行ってみましょう。赤城山にレッツゴー。今回の動画はね、前回の動画の続きで、これから赤城山に登っていきます。それではね、よろしくお願いします。これで120は踏切だ。122か、どっちだっけ。ちょっと下るんだよね。じゃあね、練りでお会いしましょうかね。じゃあね、またね。あ、こっから出るんだ出た出た。125、122だっけ。はい、レッツゴー。練りにね、行く道に上がってきましたよ。今日は快晴っすよ。今日はね、なんか夏日になるっていうね、28度ぐらいまで上がるっていう。前橋とか30度まで行くってよ。ほんとかいなよね。現在でも20度になったんね。この先がね、結構ライトなコーナーがあるんですよね。そう、面白い。はい、始まりますよ。気持ちいいんだよね。そう、このコーナーは4速で登っていけるんだな。どうかな。練馬で来ました。これからね、北面に上がってきます。ほら、赤城山左。尺投げの湯がね、ここにあるんだよね。はい、16キロだって、赤城山まで結構ありますよね。おーい、どうよ。回送路ですよ。気持ちいい。この新緑の中走るの超快適ですよ。お、急にコーナーが来た。もう一個あったぜ。おお、
姿勢ができてなかった。そうそう、姿勢ができてなかったね。そうそうそう、おーおーおお、やべやべ、スパイ。無理だよ。桜が綺麗だね。はい、赤木が大沼見えました。大沼の方に降りてきましたよ。何度17度か。そんなに寒くねえの。17度じゃ。ちょうどいいんだね。ご飯であれかな、コーヒーでも飲もうかな。はい、赤城神社ここね。赤城神社の橋はあれか、橋脚はできてんだな。トウモロコシはねえか、ソフトクリームがある。あ、結構人がいるね。結構人がいますね。おいて。つい置けねえか、向こうの車の方から今日は降りていきたいと思います。そう、10時か。こっちの道はね、超狭いんですよ。あれ、行けたな。広いんだね。うわ、久しぶりだね、こっちの道はね。うわ、おお、結構来るね。あれ、こんないい道だったっけ。忘れてたよ。お、
よいよ狭くなってきたな。車が来るんだもんな。やばいよね。また柵原から帰ろうかな今日は。来た道からね。おお、結構いい。でも霞んでんね。おお、今んとこ見えたじゃん。でも霞んでる今日は。気温が上がるっていうだけあってね。こんな道だったっけか。結構面白い道じゃんね。な、おお、なんだ意外に面白いぞ。カーブきついけどね。はい、78、だんだん少なくなってくる。100個くらいあるんかな。おお、おお、なんだ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 、ここは面白い。おお、面白いなこれ。おお、来た。ほら、すげえぞ。うわ、せーの、お、くそ、ギアブレーキが鳴いてるぞ。ブレーキかけすぎだね。あっちあっちやべえやべえ、泣くようになってきた。空っ風街道まで出てきました。そう、これでね、家に帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。今日はね、新しく開通になった坂原沢入線を通って赤城に行って帰ってくるっていうだけの動画なんですけど、最後までご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。いやー、行って帰ってきて何時だ、7時ごろ出たんだっけかな、6時半かな。で、今10時半、6、7、8、9、10、4時間、7、8、9、10、4時間か。結構いい感じのツーリングコースですね、ここね。この空っ風街道がね、快適なんですよ。じゃあね、またね。